はい、皆さんこんにちは、フロリダカルです。前回はこの車のフロントブレーキパッドを交換したんですが、今回は後ろリアのブレーキパッドをやっていきましょう。それではよろしく。はい、今回用意するもの、インパクトレンチ、トルクレンチ21のタイヤを外すやつですね。それとドライバー 70mm、 これは、ブレーキキャリパーを外す、ブレーキキャリパーの裏につけるオイル、キャリパーのシリンダーを元に戻すライト、もちろん新しいブレーキパッドです。マスターシリンダーのこのキャップも一応外しておくと、オイルのレベルを確認することですね。これですね、17ミリのこれキャリパーホールド、これを2016年、まあ何年からわからないんですが、一つだけでキャリパーが動くようになります。外してみましょう。16ミリ、もうリスがちゃんとついてます。危なかった、危なかったですよ。これもこれだけ減ってます。これだけあんなきゃいけない。はい、このボルト後ろは1つなんですが、前は2つになっています。ディーラーに聞いたところによると、これは63番フットトルクで、トルクレンチで締めます。63ですね。続いてここグラブボックスですね。俗に言う、ディーラーが言う AC フィルター、キャビンエアフィルターとも言うそうなんですが、こういうの、これを変えていきたいと思います。まずここの、これを開けます。それでこのサイド押すような感じですね。押してこういうふうに出てきますから、これを出して、これを引っ張り出す。これは LS460 と同じサイズだそうです。もう引っ張り出す。新しいのは、一つ気をつけてもらいたいのが、このエアフローですね。これはこっちからこっちに上がるようになってますので、それをこう逆にしないように、下から上に引っ張り出します。うわ、かなり、なんでしょう。それでこれを同じように入れます。
これだけ。はい。はい、続いて私の GS のエアフィルター。エンジンのエアフィルターですね。これはここを。そうするとこういうふうに開きます。その中からこういうのを出すわけですが、新しいの先に出します。こういう感じになってます。これだけ汚れてますね。これで終わり。はい、今回の後ろのブレーキパッド、これ前より危なかったですね。わかるかな、ほとんどない。この真ん中の溝はもう、まあ、1ミリ2ミリぐらいかな。これは結構厳しかったですので変えてよかったです。はい、これでフロント&リアボースブレーキパッドが交換になりました。あとは AC フィルター、俗に言うキャビンエアフィルターとも言いますね。あとはエンジンエアフィルター、これも交換しました。なのでまたあと8万キロ5万マイルぐらいはまた大丈夫なんじゃないですか。でも次はタイヤですね。タイヤを入れてます。ではご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。今 LS460 のエアフィルターのチェンジです。このように中にフィルターがありますから、これを開けます。さあ、このクリップを向こうに押すような感じで、こういうふうに取ります。これ重要ですからね。これがアップになるようにしてください。こういうものが入るようになりますから、 LS はこれにこういう新しいのを入れることになります。インストールしたらこれをまた同じように入れて、Good. Thank you.